お願いします。はい、うん、では新潟適正、はい、でだから今から小倉適正とか東京競馬場適正であるとか阪神とか、来年京都競馬場ができるかな、はいはい、そしたらもうあの新しいから、はい、適正のある馬、うん、騎手を探すっていうこともまた一つの楽しみになってくるんやけど、はい、まあ、新潟の、はい、リーディングを見てるとね、はい、1位今村騎手、2位川田騎手、3位西村騎手、はい、4位三浦騎手、5位福永騎手、はい、6位丹内騎手、はい、続けて 岩田安騎手、ね、戸崎騎手、菱田騎手、松本騎手、津村騎手ってなってるよ、はい、津村騎手で11位なんでね、はい、津村騎手っていうのは首里に乗ってた人ね、うん、はい、でまあ11位とか15位ぐらいまではまあ普通の全国リーディングでも20位ぐらいまでは、はい、まあ拮抗してるじゃない、はい、その中で11位までの中で、うん、本当は15位まで見た方がいいんだけど、うん、はいはい、このレースに出てる人って順番に言うと、はいはい、川田騎手、三浦騎手、戸崎騎手、はい、津村騎手なんよ、はいはい、分かるよね、はい、そしてダノンザキッドはまあもちろん強いんやけど、うん、川田騎手が結局は、はい、このメンバーでは新潟適性が一番高いわけじゃん、うんうんうん、そうするとまあ3着に入ってもおかしくはないなっていうこと、うん、ただ単に川田騎手が全国リーディングでトップだから、うん、あの全部に勝つかっていったらそんなことないんで、はい、あのまあもちろん、まあ、明治に川田騎手がなってないのも、うんうん、そのー自分は得意なんやけどダノンはやっぱり G1 に勝つ馬なん、うんうん、勝たせる馬なんで、はいはい、ダノンをここで明治で来させるわけにはいかないんやけど、うんうん、負けすぎると馬って動物なんで、うん、負けを覚えてしまう。そうするとまあ自分の技術とダノンの底力でまあ2着ぐらいを狙ってたのかなっていう。そうするとまあ大体3着になるよね。でまあ3着に入ったのがさすがだよねっていうことだよね。うん、で首里は馬の適性が非常に高い新潟競馬場、そしてなおかつ津村騎手が適性が高い。そうするとこの12番人気って大穴じゃないかなってっていうふうにワイド馬券を買うときに予想ができるようになると、うん、あのいいよねっていうことだよね、うん、だからこういうふうにあのちゃんと調べれば、うん、あの理由らしきものありますよっていうことね。だから負けたときにはあの以前僕がね、はい、あの亡くなったの野球の野村監督がね、うん、勝ちにね、うん、理由のない勝ちはない、うん、負けには理由のない負けあるよってよく言ってたよ、うん、でも僕は負けもほとんど理由あると思うし、うん、だから勝ちも負けも勝っても負けても終わってから、うん、統計的にちゃんと追求するということがすごく大事だと思うよね。うん、分かった、はい、うん、じゃあもう一個の小倉記念っていうのは、はいはい、一着のマリア・エレーナ、はいね、はい、これは、小倉競馬場の2戦で松山騎手が同じ条件で1着取ってるんよ、はい、高千代ステークスかなんかでね、はい、うん、そして他には同じ馬と同じ騎手の組み合わせで、うん、その小倉記念と同条件のレースで1着取ってる組み合わせがないんよ、うん、そうするっていうことはもうどう考えてもマリア・エレーナがよくよく調べれば一着だよねっていうことだよね、うんうん、だって同じ条件で騎手と馬の組み合わせが一種類しか、うんうん、ペアがいないっていうことは、じゃあどう考えてもマリア・エレーナ松山組が1位でしょうというね、うん、調べればそうだったなということね、うんうん、次からはあのあそうかにあの小倉競馬場の適性というのをそういうふうに統計で調べていけばいいんだなっていうことがこういう負けてからの解雇で分かるっていうことね、うん、で2着に関しては、うん、同じ条件の限界特別っていうので、うん、ヒンドゥータイムズ2着だよね、はい、騎手が川田騎手だよ、うん、いや川田騎手が乗ってるっていうことはヒンドゥータイムズ強いでしょう、うん、ということ、
そうすると10番人気なんかちょっとおかしいよねっていうことに気づく。わかる、うん、うん。まあ直近のレースのその成績が不利とかで悪かったりとか、ちょっと馬の調子が悪かったりであるとか、あの何かしらあってね、でも同じ条件のやっぱり適性っていうのはやっぱり非常に影響があるんで、2019年の同じ条件だよね、はい、うん。それとこの放棄種ね、はい、あの若手騎手追っかけ法で、はい、若手騎手っていうのは明治になりやすい、うん、あのふっと考えて、はい、若手騎手が明治になるんやったら、はい、短期免許の外国人騎手ってもっと明治になると思わない？思います。だよね、はい、僕は、はい、小倉記念をワイドで選んだのが、まあ、田中さんという方と、はい、あなたの2人だったんだけど、ほうき種入れれなかったんやなっていうのがね、それはやっぱり10番人気というものにやっぱり気を取られた、うん、うん、あの騎手を見ていくんやけど馬も見る必要があるわけよね、わかる、はい、そしたらヒンドゥータイムズがその小倉適性がある馬だっていうことと、うん、放棄種、はい、明治度高い、うん、そうするとワイド馬券だったらこの組み合わせは入れるよねっていうね、うん、これわかる、はい、うん。でジェラルディーナに関しては、はい、その2000の経験はないんやけど、うん、小倉競馬場の、はいはい、1800が2回2着なんよ、うん、そしてなおかつ騎手が福永騎手なんよ、うん、200足りへんけど、うん、同じペアで出てるっていう馬が、まあ、乗り換えが多いわけね、はいはい、ましてや福永騎手でしょ、うんうん、そうでましてやジェラルディーナでしょ、はい、そうすると、はい、やっぱり入れるよなと、はい、じゃあ静香ちゃんはってなってきた時に、はい、関谷記念のスカイグルーヴが来なかった理由、はい、うん、これ関谷記念、はい、新潟1600の経験がありません、はい、スカイグルーヴは、はい、リアメリアも全く同じことです、はい、わかりますね、はい、うん、でマリア・エネーナじゃないわ、うん、小倉記念の、うんうん、ピース・オブ・エイトを選んでましたけど、はいはいはい、2000の経験がありません、うんうん、小倉競馬場の、はいはい、経験がないんやで、はい、走ってないんやで、わかる、はい、カテドラルも2000の経験がありません、はい、まあ入らなかったのは、うんうん、まあそうやな、はいはい、うん、それとなおかつ、はい、まあピース・オブ・エイトの松本騎手っていうのは小倉適性はあるよね、うん、はいはい、あの小倉8位なんよ、うん、だけど松本騎手は良かったんやけど、うんうんうん、ピース・オブ・エイトがね、はい、やっぱり2000、うん、で小倉競馬場ってやっぱ他の競馬場で勝ってても違うし、うん、ちょっと難しかったな。で次の段の騎手は若手なんやけど、はい、うん、あの小倉競馬場の48位なんよ、うん、これちょっと難しいでしょ、うんうんうん、48位は、はい、他の競馬場だったら、うんうんうん、あの段の騎手、はい、よかったんやけどね、うん、うん、ということはもう段の騎手小倉適性なし、はい、カテドラル、はい、小倉で同条件の経験なし、うん、うーんって感じだね、はい、わかる、うん、だからさっき同じのを見てるじゃん、はい、結局あたその三着内の理由も、うん、新潟小倉適性なわけじゃね、騎手、うんうん、と馬の、はい、外れた理由も、うん、新潟小倉適性なんよ、うん、だから僕はあの今回のレースで、競馬場適性、はい、騎手と馬の両方、うん、それは今後もかなり役立つだろうなと思うんで、はい、うん、他の競馬場での馬の強さに、はい、惑わされないように、うん、騎手も同じやね、はい、うん、そこをうまくできるようになればかなり的中率上がるんじゃないかなと思うんで、はい、分かった、はい、あ騎手の場合は、うん、芝だけ見てたら、もちろんもちろん、はい、
うんうん、まあただまあんまり時間がない時ってあるじゃない、わかるよね、はい、その時っていうのはとりあえずその単なるリーディングでいいんじゃないかなと思うよね、はい、うん、まあよほどの棋士、まあ、若手の時は見た方がいいね、はい、もう中堅とかベテランになってくると、はいはい、そのダートだけ、はいはい、勝ってて、はい、その、まあ、知ってるっていう棋士っていないと思うのよ、でも若手の場合はね、はい、ダートがやっぱり強かったり、はい、まあ例えばさっきの、はい、松本騎手、はいはいはい、多分ダートが強いんよ、はい、うん、だから小倉適性はあるんやけど、うん、まあ、新人なんで見て、うん、あれダートしかあんまり勝ってないなって言ったら、これ基本新潟適性なしになってくるよね、うん、うん、だからなおさらピースオブエイト選んじゃダメですねっていうことね、うんうん、はい、だから若手の場合はやっぱり20代29歳までの場合、まあ、うん、まあまあそうね、うん、29歳も本当はまあ25、6歳なんやけど、まあでも人によるんで個人差があるんで、うん、はい、大器晩成型っているから、はい、まあ、29歳ぐらいまでは、うん、これダートばっかりじゃないんかな、うん、っていう、だってまあしずかちゃんの場合ある程度年数やってるんで、はい、いやこの人あんまり勝ってないよなって言ったら、はい、よくよく調べてみたら、うん、あそっか、はい、みたいな、はい、うん、まあダートとその芝っていうのは、うん、時間がない時は、うん、その新人も、はい、そのダート込みでいいんやけど、はい、まあ、厳密に言ったらしずかちゃんが言うように、うん、はい、ダートと芝と分けて考えた方がいいよね、はい、でもこれ全部をするってなると、はい、他のことも考えなきゃいけないんで、うん、時間がなくなると思うんで、まあ、新人に関してはダートと芝をちゃんと見るっていう風にしといた方がいいんじゃないかなと思うよね、はい、うん、で最初の頃肩をやってた時にね、はい、芝だけ、はい、まあ、ダートと芝って違うんでね、はい、うん、だけどまあ僕がずっと見てる限り、うん、中堅とかベテランである程度リーディング上位に入ってる人、はい、まあ、大体40位ぐらいまでに入ってる人は、はい、まあ大体芝の方がね、はい、まあ、芝の方がというよりは芝も得意な人が多いよね、はいはいはい、うん、そういうふうに考えていったらいいんじゃないかな。だから細かく細かく1レースずつ徹底的に調べたところで、うん、うん、当たるとは限らないです。分かるよね、はい、うん、まあでもこれは積み重ねていけば、まあ、今はその自分の中で練習だっていう思いがあるんだったらちゃんと、まあ、特に若手の棋士は今からも追っかけていくわけやから、うん、はい、これワイドになって予算が変わったから言って若手棋士追っかけをやめるわけじゃないんで、まあ、若手に関してはちゃんと自分の中で追っかけるっていうことは、うん、はい、ダートと、はい、芝をちゃんと分けて考えることができてるという必要はあるやろうね、はい、うん、分かる、はい、うんうん、で今も、はい、まあ、例えばまあ質問した時に、はい、まあ、僕の教えた通りにやりたいというその欲求は素晴らしいんやけど、はい、今の質問って、はい、あ、聞いていいのよもちろん、はいはい、でも分からなきゃいけないよねっていうことね、うん、芝でいいんですよねっていうね、静香ちゃんの聞き方をこう僕が感じたのは、うん、はい、その僕の言ってることの意味を聞いてるような気がするんやわ。だからその通りやろうというね、はい、そうじゃなくって、はい、あくまでもその先生という人は、うん、細かくは教えてないんで、うん、わかるよね、はい、だって僕のやり方、僕の解雇がそのまんま静香ちゃんに役に立つっていうことはありえないわけやから、うんうん、自分の中で一応確認の質問っていうのは大切やけどね、はい、うん、これは芝でよかった、だから言葉は大事だよね、はい、うん、これは芝でいいんですよねっていうね、うん、それと気持ちも大事やね、
うん、さっきは言葉は覚えてないけど合ってたかもしれないけど、はい、もしかしたら気持ちが、うん、あの僕の言ってる通りにしよう、聞き逃さないように間違わないようにっていうモードをちょっと感じたんで、うん、それはちょっと違うなっていうね、はい、分かる言ってることね、はいはい、うん、質問がダメって言ってるんじゃなくって、はい、質問の目的が、うん、あのなんとなく違ったような気がしたんよね、はい、うん、まあ今これ第3部だっけ、はい、うん、じゃあ第3部はこれで終わっときましょう、はい。